丸山教師の北野涼馬チャンネルでございます。今日は6月2日、まさか出ると思ってなかったからさ、土日これでしっかり営業できるっていう。ウニ漁、明日から営業なんだな。昨日ちょっとなんか試し営業っていうかさ、ウニないんだけど、ちょろっとやってみたんだけど、で今日はお店休みで明日から本格的に営業という、ということで土日しっかりビクニのウニ食べれます、シャコタのウニ食べれますんで足運んでくださいっていうことで、でこれから行きますってね。もうみんな集まってるから、ちょっとテトラの陰で見えないな。去年は結構行ったら忘れ物ひどくてさ、激しくなる。おーはいいべ、油も少ねえな。スラスター去年動かなかったんだよな。スラスターも動かなかったけどな。スラスターはもうあっち行ってから、俺どっちみちスラスター使わねえから別にいいんだわ。あ、網よ、網。網な、去年網忘れてわやだったな。メガネもあるし、網もどっかな。よし、大丈夫じゃないかな、俺の本職はウニ漁師だって言ってたもんな。本職の本職だからよ、これが。おう、ちょっと待ってな、油一応入れてとかに、油も。ああ始まった、ああ始まったな、見えねえな。去年はバフウニが不良だったんだよな、がっつり。全くなかったもんな。本当にめっちゃ苦労したんだけど、今年はどうかなっていうね。ああ始まったな、いよいよだな。なんか全然気分乗ってこないんだよ。いや、カズマも言ってる、なんかまだ粉も気分だって。全然なんかそのオーシャウニだって気分なめんだよな。まだ肌寒いし、なんかお客さんの姿が見れば、なんていうの、あ、喜んでくれてんなっていうかさ、あ、これやっぱりちょっと体きついけどいくかって気になるんだけどな。最初マジで本当もよ、今年いいんでねえかなと思ったんだけど、今年出ない宣言しろ。いや出てたら体持たねえのよ。いや、それはそうだ。全くその日の午後から何もできなくなったから、それだけ大変なんすよ。もうみんな出たぞ。え、見えなくなってしまったの、みんな。毎年だべや。いや、俺多分そろそろ情熱大陸かなんかが来るんでねえかなと思ってさ。何で何だ、あるよ、記憶なんか珍しいやつ。珍しいやつ、珍しい回っていうのあるべ。シャコタンチョウの変わり者田村修也かな。いやいや、あるべ、あんまシャコタン切手の変わり者。シャコタン切手の変わり者漁師ってか。漁師なのか飲食経営者なのか。謎ってな。シャコタン切手の変わり者田村修也の一日って、に密着。テテレッテもうみんな出てってんのに俺だけまだ、まだ用意してるけど準備していない。情熱大陸のパロディみたいな番組やってまうよ。それな。いや、結構俺情熱大陸ネタとしてはいいと思うんだけどな。変わり者でか。いやいやいや、もう飲食店経営でお前今やお前、あ、どうしよう、そうそう、飲食店の話するけど、丸山地区、丸山番系地区で、俺んとこ、何軒あんだべね、200軒ぐらいあんのかね、わかんないけど、食べログアクセスランキング、とうとう6年半にして第1位獲得しましたね。食べログのランキング1位、アクセスランキング、アクセスね、この点数のランキングはどうでもいいんですか、アクセスで1位ですから、アクセスで。よいしょ、万太郎商店も今はやっぱり2位のところまで来てるんだな。1位はまだ取ったことないから、今年1位を獲得できれば万太郎商店も丸山教授もこの地区で1位を取れる。それだけだよ、もうあれだべ、今 T
TBS ディレクターはツアメ来たってんじゃないか。うん、取材対象が見つかったってさ、アクセスランキング1位の男、男兼漁師、うん、1位なってもな、え、そうなんだよな、貧乏だからな、だからあの豊かな生活ができるかっていうとそうでもないっていうな、うん、ただの話題性だけの男っつその実そうなんだよ、利益はほぼなし、なんだんだかな、話題作りだけ得意な男、シャコタン切っての変わり者、田村修也ってことになると何にも儲かってねえから、そうなんだよな、いや何にも儲かってないって言ったら、しかも銀行の担当者さんが心配するからさ、そうそうそう、いやあるんでしょ、利益はあるんでしょ、儲かってても儲かってる予想はない、そういうふうにこうなんていうの、背伸びしないっていうな、そこがやっぱり大事なことじゃないか、いや俺はここに実体験として言ってるから本当にないって、いや、ないって言ったけど、事業を継続していくだけのお金はあるよ、要はその贅沢してできるお金はないってだけの話でさ、うん、分かります、そこがやっぱり普通のその辺の二流三流で終わる飲食店経営者と、うん、やっぱり1位を獲得できる超一流の飲食店経営者の違いじゃないかないい変わり者らしい画像になってるよ今磯船の上でお前海に行かねろか変わり者だな、みんな今一生懸命撮ってるから、ね、撮ってんのに出ねえで、あのな、やっぱり飲食店経営者としてはって語ってるけど、そうそうそう、うん、変わった社長だな、黙って買えばいいからウニな、ウニは何も一生懸命取りに行かなくても買えばいいだけの話だからさ、うん、ただ買うよ、ただ俺は取りに行くよ、それでもそう、それが、それが変わってるね、そう、だからそっちが変わってるわけ、普通は買うだけなんだけど、うん、俺はそれでも取りに行く、それで話題を作ってアクセスランキングを上げてるってこと、ね、そういうことだ、うん、自らそう、うん、注目を浴び、うん、集客するのが俺の仕事だから、うん、ということでちょっと今日はちょっとこっちも上がってもらってさ、ね、俺の国の、いや早く行けや何よ、早く並べや、やっぱり社長の赤っていう、俺の社長の赤っていうのがあるからさ、これ今日でなくてもいつでも取れたべよ、これ丘の上で今何、いや俺どうやってつけんの、社長の赤を楽しみにしてる人がいるんだから行かねばね、どうやってんのこれ、まだこれ、おやんち逆につけたべ、おやんち、あれピンねえじゃん、ピン、あ、おるの、いやいや、ピンおるの、なにこれ、いやいやいや、これ俺のやつか、本当にほら、曲がってまってんだよね、え、全然、誰に何の本聞いてる今、それ、どっ、去年だよね、もうここに俺の名前書いてるから、おやんち、うわ、わかんない、それじゃつかねえじゃん、何どうしてんの、いやいやいや、逆さまってことか、そう、逆さまってろ、いや乗ってるし、ピンもないし、へぇ、やってたやつだね、これ何よあれ、俺んじゃないよ、俺は新しかったんだよな、俺ほとんど使わねえから、これ親父使えねえやつ、こら俺の名前書いて、もう騙しうじゃ、俺これか使えねえでしょ、これいや俺の名前書いてって、これ書いてれば俺持ってくべと思ったんでね、46歳がこれ、俺がこれ修也のだって、名前書いてもお父さん置いといてくれたの、これ壊れたやつな、壊れてるの、そう、なんで正式な感じが分かんねえからね、これなんでこうなってんの、ここで挟むの、あ、違うのかな、ここに挟むのか、うん、そういうこと、あ、だから逆だって、これ逆なのよ多分、くるんって回んねえのこれ、けど逆になったとてここになんかピン入るはずだと思うんだよな、こっちこっち、あ、やっぱただこれ逆についてるわ、もうやじ、なんで逆につけたんだこれ、これを、まあいいやいいや、これ今したら、その向きが逆ってこと、そう、これはつけられねえもん、これじゃ、うん、あ、ここか、これが逆なのさ、多分で、ここにカチンカチンってはまると思うんだけど、そうなのかな、あ、違う、これ取れてん、これなんだ、ん、いや、そうだよな、あ、そうだ、これで上げるんだもんな、上げた時に
それは確かにおかしいな。これうん、これ外向いてなきゃいけないんだよ、ね、逆なのよ、こっちなのよ。あ、でも、親父買って言ってけどね。まあ、今いいや。説明するかしら。説明しなくていいから、早く取りに行けや。いや、もう始まってるからな。普通はね、あの、みんなこう、一流漁師さんと、自称一流漁師は、こうやって取るよな。こうやって、この、左手、こう置いてさ、で、こう取るの。こうやって撮るの。して、いかに大変な作業をやってんのか、やっぱり分かってもらった方がいいんじゃねえかってことで。まあ、こうやって下げといて、で、こう、入れるわけ。ちょっとやって、ちょっと入れるわけか。ただ、水深は、何メーターかな ?3 メーターぐらいかな、うん、結構深いんだ。で、俺のやつはこれ、1.8 メーターしかない。アルミポール、うん。こんなの使ってるの誰もいない。うん、あの、普通はなんか、釣り竿、軽い釣り竿、カーボンかなんかできてるでしょ、うん。それを長くして改良してみんな、ここ作ってんだけど、うん。で、このスラスターでこう、移動して取るっていう。で、俺の場合はね、本当に手届くか届かないかの微妙なところなのさ、本当にこのぐらい、これは手届かない、このぐらいの水深でやるんだわ、俺の場合は。だからこうガッてやっても自分で手で取ってこうやって入れるっていう、うん、あまりにも浅かったらこうやって手で取るけど、このぐらいじゃないとね、シャコタンのバフンにはこのぐらいの水深じゃないといないのさ。だからスラスターはほぼ使えない。だから進むには思いっきりここがっぱり草生えてるからさ、こうやって体で持って移動しなきゃないってことだね、うん、だからこれが柔らかかったりしたらダメだから、このアルミの結構固めのポールで、うん、常にこう船を動かすのはもう全部この自分の体、うん、で昆布こうってなんかかき混ぜて根元にあるのを取って入れるっていう。3時間から4時間だよ、うん、この表船で先進でこう進んで、しかも かき混ぜてって言ったらもう汗だくもいいとこ、うん、アスリートはな、うん、つらいつらいでな、つらい。これトレーニングでなんかそこにトレーナーがいてさ、うん、でずっと早い3時間やってくださいって言ったら無理だよ、うん、だからもう帰ってきたらもうヘロヘロさ、うん、それだからやっぱり1万円ぐらいするの。うん、あ、ウニがな、ウニが、うん、しかもいないから、うん、黙って普通に見えてるやつだけいっぱい取れば楽なんだけど、うん、バフンに取るって言ったらそのぐらい大変ってことなんですな、うん、で、あのプレミアムレッドってやってるんだけど、うん、それはそのなってるの、あ、紫ウニは10分の1ぐらいだ、多分20分の1ぐらいかもしれない、うん、20分の1さらにバフンに取って中の20分の1が集めてプレミアムにしてるから、うん、大きいやつは親指ぐらいのでかい、なんていうの、みっこのやつ、みんなやつ、うん、それだけを集めてプレミアムを作る。だから20個ぐらい赤ができればそのうち1個か2個なんだよな、うん、20カップできたうちの1個か2個だけプレミアムになるから。ウニ丼1杯2杯ぐらい、うん、そう1杯か2杯。だから俺が1回海に出て行って赤が20個ぐらい取れるかなって感じ。そのうちの1個か2個がプレミアムで出ますから、もしプレミアムレッドがありますってなったらぜひもう俺の苦労を想像しながら食ってほしいっていう。去年はほとんどなかったからな、俺しかなかったね、俺のプレミアムしか、うん、いや本当はみんなあるんだけど1個ずつ分けるのめんどくさいからさ、うん、みんな混ぜて出してくるでしょ、うん、俺はもうとにかく大きいやつだけ選んでそれで1個作るからお客さんのためにね、うん、ということで行ってくるかな。いやースラッター使いにも行けえな今日、その視察だから本当は、うん、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりしたかった、動きたいっつうのか、まあ、とりあえず行ってきますこれで。はい、よろしく頼みます。興味あったらあのシャコタンまで来てください。ああよし、おろう。